こんにちは、快適アートです。今日はクレマチスの花を描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずは花の真ん中の花粉の部分から描いていきます。真ん中の花粉が集まって丸く見えている部分から描いていきます。次に周りに広がっている花粉を描いていきます。次に花びらの真ん中の線を6本描いていきます。6本の線を頼りにして花びらを描いていきます。重なっているところがあるので手前に見えている花びらから描いていきます。花びらがゆらっと曲がっているところなども強弱のある線で描いています。目立つシワも描き込みながらアウトラインを描いています。2つ目の花も同じように真ん中から描いていきます。これは少し斜めを向いているような感じの花です。花粉が描けたら花びらの筋を描いていきます。花びらのアウトラインを描いていきます。目立つシワを描き込んでいきます。細い線で描いています。花びらの立体感に沿ったタッチでシワを描き込んでいます。次につぼみを描いていきます。輪郭を描いてから表面の筋を描いていきます。茎も少し描き込んでおきます。葉っぱを描いていきます。真ん中の葉脈は目立ちますが、左右の葉脈はあまり目立たない感じです。このチャンネルの絵手紙やイラストはすべて私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。左下は文字を書くので少し余白を空けています。次に彩色筆で着彩していきます。まずは線香器を取ります。紙が透ける程度の色味です。花粉の部分にざっくりと色を塗っていきます。細かいのであまりはみ出しは気にせずに塗っています。
次に若葉を取ります。これも髪が透ける程度の色味です。花粉の付け根の方に色を足していきます。次に紫を取ります。髪が透ける程度の色味です。花の真ん中の筋に沿って払うようなタッチで色を置いていきます。影が目立つところにも色を置いていきます。花びらが重なっているところなどが少し陰っているようです。もう一つの花も同じように筋の部分から塗っていきます。次に紫に水を加えて薄めの紫を作ります。花びら全体に色を置いていきます。花粉の近くの部分は筆先に絵の具をつけてちょこちょこっと塗っていき、隙間を埋めておきます。次に白群を取ります。薄めの色味です。花びらに所々色味を足していきます。紫の花びらなんですが、少し色味を変えて塗っていきます。色の境界線が目立つところは水をつけた筆でなじませていきます。次に紅梅を取ります。こちらもかなり薄めの色味です。これも所々色を塗っていきます。水をつけた筆でぼかしていきます。群青を取ります。薄めの色味です。花びらの濃い影の部分に塗っていきます。濃い影を塗ると陰影がはっきりして花びらの立体感がぐっと出てきます。色の境界が目立つところは水をつけた筆でぼかしていきます。次に葉っぱを塗っていきます。青草を取ります。髪が透ける程度の色味です。葉っぱの先端の方の光が当たっているところを残して塗っていきます。できたら水をつけた筆でなじませていきます。グラデーションが滑らかになるように少し絵の具を足したりしながら塗っています。つぼみの色を塗ります。若葉を取ります。髪が透ける程度の色味です。群録を取ります。薄めの色味です。
花びらが重なって奥まって見えている葉っぱに塗っていきます。これで完成でもいいのですが、今回は背景を少し塗っていきます。花白緑を取ります。薄めの色味です。背景の部分に塗っていきます。余白の部分はグラデーションになるように水をつけた筆でぼかしていきます。こんな感じで完成しました。涼しい色と涼しい風と書き入れました。クレマチスはつる性植物の女王と呼ばれていて、見応えのある大きな花が美しい植物だなと思います。今回のポイントは紫の花びらの色味にピンクや水色を少し足して色味に変化をつけてみたことです。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートのツイッター、インスタグラムもフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。